さあ、始まりました。プリトチャンネル。ハロー、サスケです。タコキング。特大寿司を用意しました。正月、正月正月から結構経ってしまったんですけども、はい、まあ、めでたいということで1月はね、はい、これ50巻全部であります。わー、お腹減ったよ。ただし、今回ですね、ルーレットを回して出た数分のネタが食べれます。お寿司が食べれます。さらに、そのルーレットを回せるのはじゃんけんで勝った人のみ。ルーレットの数は1から10まであります。うーん、ルーレットはスマホのアプリのルーレット使います。よくあるこの、はい、ルーレット。せーの、最初はグッ、じゃんけんパン。うわー、いやいや、マジで嬉しい。いや、まあ1が出るかもしれないからね。いきますよ。1出ろ1出ろ、正月から不幸になれ。だっちゅうことで、じゅ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 、さあ、いただきまーす。エビ食べれないですもんね、どっちにしてもね。そうなんですよ、ね、なんでエビ10もあんだよ。エビ10で、じゃあ大好きなアナゴちゃん。アナゴね。いただきまーす。マグロ。じゃあタコね、あと。そうだね。じゃあタコ。よーし、じゃんけん。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。やあ、じゃあ、2、くそ、全然出ないやん。エビ食べて。ネギトロ。うわ、やっぱネギトロっしょ。んんんんん、タコでしょ。サーモン。あーもうサーモンが残り3つしかない。うまっ。幸せだよね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。イエース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 。6。6もあるのねえ、6もね、じゃあもうこれちょっと食べてみようかな、親子寿司。うんうんうん、あ、卵いきな。卵おっきいよ。卵、おい、俺の好きなんじゃねえかよ。食えるかな。じゃあいいよ。ん、食えなくて。ん、あるよ。タコの下に大葉みたいなの入って珍しいんですよ、これ。ほんとだ。ね、じゃあマグロ。ね、痛い目あるよ。じゃあ、なんか俺の好きなのすぐ食うよ。卵いった、ぽーっと。うん、これうまかったのよね。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。うわービーム。よし、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 よし。え、親子いた。親子いた。うまー。うわ、考えたら正解。実はエビ行きたい。うん、新選組。サーモン。あと2しかねえよ。卵と見せかけて。うわ、出た。うわ、あー、ビーム。エビ行こう、こっちの違うエビ。ネギトロとサーモンと親子が2しかないよ。タコ行ってみる。俺気になるよね、ちょっとこれ。だから上に何かタレみたいなのがついてんの。何だれ。うめ。あ、うめ。うん、うまい。ネギトロ。うまっ。ちょっと待って、マジで勝ちたい。何も考えない。はいはいはい、バカになる。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、しゃしゃしゃ、バカが足りなかった。じゃあ10だろ、10だろ、10だろ、1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 
1、2、3、4、5、6、7、8、8あるからね。あれ以外1個ずつ。あれでなんだ。あー崩れた。あと3本。いったいったいった。で、あのバランと、うん、バランとこれ1だよね。タコだよ。はい、4です。ゆでマグロ。全種類は？やば、この人やっぱマグロっすよ。もうこんだけしかない。もう半分だね。こんだけしかない。まだ食べてないやつでしょ。まだあるでしょ。まだ食べてない3本。残り1本3本だよ。記憶ないの。最初はグー、ジャックポイ。やったー、頼む。いや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 、アナゴちゃんいこうかな。アナゴ大好きだな。アナゴ大好き人間なんで。これうまかったんだよね、貝。じゃあタコいこうかな。あっという間だな、4点バーカ。え、あと3回ぐらいで終わるな、これ。マジでそうだね。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、なんでだよ。よしよし、まあ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 、まあ、やっぱなんだかんだ俺エビ好きなんすよ。うわー、おー、いたいたいた。食べたことない貝食べてみる。あー、はいはい。甘いね。卵ちゃん食ってないじゃん、まだ。卵ね、子供の頃死ぬほど食べたから、卵。子供やん、まだ。そうなんだよ。まあ、例えば青年今は。アナゴ食べてないんで。ああ、アナゴ食べます。ああ、なんかね、やっぱ違うよね。筋の中でちょっとさ、一、うん、人だけなんかいい意味で浮いてるよね。ちぃまる君で出てくる鼻浮くみたいな、こういう感じがなんか。ああ、まあね、ちょっとね、頭が、うん、タコ。なんでこいつ断固として卵を食べないの。ラス10。最初はグーなしにしよう。じゃーんけんぐらいにしよう。じゃーんけんぽん。よっしゃ、こっち。あエビちゃん、卵食えや。お、どれにしようかな、やってる。お、卵。あ、まゆちゃん、ざけんな。何もなくなったわ。一回目つぶってじゃんけんしよう、はい、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。せーの、やっちゃった。なんでだよ。よし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 。貝食べます。エビ。バランス考えよ。次どれか行ったらなくなっちゃうからね。うん、アナゴ。悪魔や。エビー。いや、もう絶滅しました。卵。あと5しかない。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。うわー、そうでしょ。もう食べれないよー。これ、5出たら悪い。5出たら悪い。うわ、やばい。うわー、昨日見ました。うわー、でもさすがに卵を食べてねえからな。いや、そうよ。うん、貝食べよう。うん、食べません。考えられない。オンリー卵。大丈夫、じゃあ、やっぱり。卵しかねえじゃねえかよ。でも1個かもしんない。卵。1だよ。4。よし。何個？ 6。ありがたいんだけど、なんかなー。卵に感謝して。うわー、うん、あー、結構怒ったな。はい、完食です。僕たちはね、うん、あのお寿司を巡ってすごいです勝負しましたけども、面白い戦いができるゲームアプリがあるということで、それちょっとね、やってみたいと思います。お寿司のルーレットよりも面白いですか。うーん、面白いらしいよ。やりたい。今回その紹介するゲームがダークアベンジャークロス。かっちょいい名前や。復讐をテーマにしたダークな世界観のフリースタイルアクションゲーム。なんじゃそりゃそりゃ。明るいゲームではなくて、復讐に燃えてるっていうような、異なる役職のキャラクターを操ることができて、はい、そのいろいろなキャラクターで復讐をしていくというようなストーリーになっている。なるほどね。いっぱいいるわけですね。そうなんですよ。それでそれぞれ育っていくと。はい。そして復讐する。うわぁ、復讐するのは俺よ、寿司に関しては。いや、違いますよ。え、全部食べれなかったっていう復讐です。いやいや、欲張り。あらあら、いや、くるくるすな、くるくるすな。今どうします。キャピちゃんにします。完全にこの女の子で行く気満々じゃん。行きますよ、これで 3D スティックです。あー、すごいすごい、走ってる走ってる。え、どうやって、いやいやいや、どうやって投げるの。説明で、それで攻撃みたいよ。通常攻撃、ポン。はい、あ、全然、全然倒せない。あ、連打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 。いいですよ。あー、ちょうど来た。で、このスキルってのを押すと、あー、攻撃だ、ちょっと強い。多分これキャピちゃんのオリジナルのスキル。あ、フィニッシュスキルだって、必殺技。うわ、強い。あー、押った。押す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 、2連ちゃん。うわ、
首からいってるよ。これがフィニッシュスキルって言って、ありがとう、必殺技。それ何、あ、武器強奪だって。あ、強奪、あ、あーすげえ、敵の槍使った。あ、そっちその槍投げれんだ。槍投げ、おーすげえ、おー、これもちろん遠くから投げるんだよね。あ、倒した。はい、もう簡単。これ面白いからどんどん進んじゃうね。いたわ。なんか上手くなってる上手くなってる、やばいやばい、あー、でっけーの来た、やばいやばい、燃えてる、逃げて、逃げて、うわー、マジでマジで、すごい高さ、うわー強っ。あー、突っ込めた、突っ込めた、めっちゃ強いキャプちゃん。ちょ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 、人だ、ほら乗った、獣にした、獣にした。え、うわー飛んでった、従えた。これモンスターライドっていう、あ、モンスターに乗って攻撃できんね、多分。うわー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、うわーてな感じでね、アクションいろいろできるでしょ。いや、すごい、火吹いてた、火吹いてんだもん。こうやってね、でも戦闘もすごい面白いんですけど、うん、見て、すげえ、キャピちゃん髪型変えれる、ほら、うわ、いや、もう誰、キャピちゃんじゃないじゃん、誰、ほらヘアスタイルとか、さらに言ったらこの目の色とかも変えれるんだね。目の色どころか顔の形変えれる。もう本人じゃなくなります誰、ほら、これサスケとかに似てるじゃん、ね、ね、今キャプチャーのキャラクターでやりましたけども、うん、あの男の人のキャラクターとかもあったり、いろいろあるって言ってましたもんね。それでまたいろいろ何度も何度も繰り返し楽しめる。こちらのゲーム今キャンペーンやってまして、なんとしかもキャンペーンが2つ。こちら事前登録キャンペーンっていうのをやってまして、うん、登録件数に応じて、うん、防具や武器をゲットすることができるガチャがあるんですけど、うん、出たガチャ、そのガチャをなんとプレゼントしますという。次はね、うん、ツイッターなんですけども、このアプリのツイッターをフォロー&リツイートするだけで、応募者100名様にアマゾンギフト券1万円分、イエーイ、欲しい、これやるしかないでしょ。え、何、100名に、100か、当てる自信あんなあるんかい。こちら詳しくは公式ツイッターの方がありますので、そちらの方見てください。こちらのゲーム、今やったキャンペーンもろもろ全てあの概要欄のリンク先から詳しく書いてありますので、はい、こちらの方チェックしてみてください。寿司を食べた記憶がどっか行っちゃいました。やり始めたら止まんなくなっちゃう、これ3時間ぐらいやっちゃうから。確かに、だから寿司を食いながらやればちょうどよかったかも。あ、そうだね。それではこの動画面白かった人はチャンネル登録高評価お願いします。それではさようなら、キャプチャン24時間生活でございます。ってことはなんもないね